示そうとしたのでございます。いかがなさいました殿下。明智の裏切りにより信長様は本能寺において無念の死を迎えられており、中国から真っ先に山崎に取って返すことができたおかげで天下はわしのものとなった。百姓の小せがれが今では関白様よ。あの世とやらで信長様は笑っておいでになろうと思っての。いえいえ、兄者は喜んでおります。裏臭い。あ、そちは信長様の何番目の弟であったか。はい、11番目にございます。そちは信長様を見捨てて京の都から逃げ出したおかげでお飛び衆としての今がある。定めとはひねくなものよの。恐れ入れまする。ですが殿下のご意向はこれからますます輝くばかり。利休、そちがわしのそばにおればいつまでも茶の道では天下人じゃの。あ、しかしわしも人じゃ、命は尽きる。その時次の天下人は誰がなる。誰じゃ、誰事じゃ、誰か答えよ。なれば筆頭は徳川様かと。そうでござろうか。人格器量で言えば前田様でござろう。いやいや、西の毛利様はお忘れでしょう。東には上杉様がおられます。いや、徳川様ですよ。前田様じゃ。毛利様でしょう、ね、なるほどの。したがお主たちは肝心なものを忘れておると。殿下、それで肝心なものとは。そこにおる。そこにの官兵衛殿。そうじゃ、黒田官兵衛よ。中国より取って返した折、わしの傍らにおった黒田官兵衛がこのわしに天下を取らせてくれたわの。官兵衛。お殿下、官兵衛殿は殿下の知恵袋ではありませんか。そうであろう三成。まことに。だからこそじゃ小一郎、これまでにも身も細るような大難に遭った時、黒田官兵衛に相談すればたちまち拉致が開いたではないか。わしが苦心して苦心して考え出したこともこの黒田官兵衛は立ちどころに思いつく。いや、到底わしなど考えも及ばぬことをこの官兵衛は考え出す。その上度胸がある。人使いもうまい。この黒田官兵衛がその気になれば天下は今すぐにでも取れるわの。官兵衛。殿下、お戯れはご勘弁下され。官兵衛は殿下あってこその官兵衛。それができるとしたらそれがしでござらぬ。亡き竹中半兵衛殿だけかと。ああ、半兵衛、竹中半兵衛。
竹中半兵衛の名を出すとは。うまいこと逃げたの。この男はそういう男よ。伝蔵、殿下はどこかでそれがしをいまだ信じておいでではないようじゃ。このままでは危ない。天下を取ったあのお方に黒田の家を潰されるやもしれぬ。半兵衛殿ならどうする。私は諸国に目薬を売り歩く目薬屋の源蔵と申します。秀吉様に天下を取らせた二人の軍師、竹中半兵衛様、黒田官兵衛様と多少なりともゆかりのあった者として、これよりお二人の物語を語らせていただきます。竹中半兵衛様は一代で美濃稲葉山城主となった斎藤道三様の孫である斎藤辰興様に仕えていました。当時の稲葉山城は尾張を平定し、桶狭間において今川義元様を下した織田信長様にとって一気に天下への道、つまりは京への上洛を阻む最初の難所でした。いかがなさいました半兵衛様。半兵衛様、桜はまだかな。あ、桜が咲くにはあと一月はかかるかと。そうか、私は桜が好きなのだがな。美しいあの散り際に身を浸している時が何とも心地よい。あの半兵衛様、あの城をいただこう。何と申されました。あの城をいただくと言ったのだ。ぜひに及ばず。毛利までもが味方についておるのか。よいか、朝倉と朝飯じゃ。このこと官兵衛様とお戻りになられるか。よいか。官兵衛様のお体が良くなりますように。そうして差し上げるしかないでしょう。兄の言葉など信じられませぬ。これからも官兵衛のことだろ。旅立ちに涙は禁物だ。これより立ち返ります。犬死になせるおつもりか。まだ死んではならないのです。生きねばならぬのです。城攻めの折、我らの手で必ず救い出します。官兵衛、どうすればいいかの。当時の稲葉山城主斎藤辰興様は主食を好み暗愚との噂がありました。どうだ半兵衛、お主も飲まぬか。部長法ゆえ。女のような面をしおって部長法と来たか。学問することがそんなに偉いか。わしはお前のような下りがおわつかぬだそうだ。
殿の御前だぞ。はっ。とんだご無礼を。ではこれにて。することなどできるはずがない。このまま辰沖様と取り巻きに任せておけば、早晩斎藤家は滅びます。それは舅殿も十分ご承知のはず。だからと申して恨みることはできぬ。お第一、城を取るなどそんな大それたこと、うまくいくはずがない。なんとかなります。謀反のもとはやはり積もりに積もった恨みを晴らすということか。辰沖様はじめ周りの者どもは学問三昧のお主を煙たがり疎んじておるともっぱらの評判。いえ、愚かな者がなす愚かな仕打ちに恨みなど抱きません。ですが一度は己が愚かであることを思い知らしめることはしなければなりません。だが稲葉山のお城はあの信長でさえ手を焼いておるのだぞ。下からなら手こずるでしょうが、上からならたやすいことです。な、何？ではこういたしましょう。企てが失敗した折は躊躇なく私を断罪する側に回ってもらって結構です。ですが成功した暁には城下の者たちを鎮めることに力を貸していただきたい。合図は金の音。わしがお主を裏切ったらどうする？舅殿が裏切って得することは何もないでしょう。いや、うまかった。知佐はいまだこのようなおいしい香のものはつけられません。ごちそうさまでした。殿が、もう声が大きい。よいか、まずは屈強の者十数名を城下の屋敷へ向かわせ、半兵衛様のご指示を仰ぐ。はい。別に兵百を稲葉山の城門近くに忍ばせ、合図の鐘の音と同時に城内になだれ込ませようとのことだ。はあ、奥方様、今の話まことなのですか？わかりました。ならばしばらくお待ちなさい。旦那様の好物の香の物を持って行っていただきます。香の物ですか？はい。こたびはおいしくつけられたのです。食べていただかなければなりません。翌日、半兵衛様は8名の友の者を連れて稲葉山城に向かいました。城に人質になっている弟を久作様の風の治癒を祝う宴の了承を城方から得ていたそうです。そしてしばらくの後、8名の家臣を迎え入れ、兄上、殿は相変わらず大広間で酒が。いいえ、女たちと居室に引き上げたようです。ですが兄上。何も言うな。案ずることはない。私に任せておけばよい。今宵の四番の頭は斎藤飛騨の神だな。はい。よし、すぐ支度にかかれ。はっ。
邪魔する者は斬る。何事だ。何か上位にて候。何を申すか。引かねば斬る。たった今蓄電されました。それでよし。善左衛門、金田、鉄砲放て。十助、壊れました。怪我はないか。なんと見事にしてのけたか。向こうども、誰かおらぬか。誰か。城下の要所要所に兵を備えるのじゃ。騒ぎを起こす者は沈めよう。ただし無益な争いは避けよう。わしは殿をお探しする。殿、とりあえず殿におかれましては城下を立ち去り身をお隠しください。あとはこの森なりが余求に計らいますゆえ、時期をお待ちくださいよ。では。半兵衛、こうして一夜のうちに半兵衛様は城を取ったのです。いや、見事なものよ。これで婿殿は美濃の主だ。いや、これからは忙しくなる。で、次はどうする。修太殿には一働きしていただきます。まずは配下の者たちに、ゆえあって半兵衛が当分の間この城を預かること、その間いたずらに騒ぎ立てることなく、また敵に乗じられぬよう一層国の備えに力を尽くすこと、もし背く者、反逆に及ぶ者があれば直ちに兵を差し向けて成敗する、その旨をお伝えください。はい、分かった。だが当分の間城を預かるとはどういうことだ。久作、お前は五代三条に戻り城の警護に当たれ。はっ。お願いいたします。ん？おお。いかがなさいました。なんともあっけなさすぎる。この番組はあなたの暮らしにちょうどいい法油アジャスト山田電機、ファミリーマートとご覧のスポンサーの提供でお送りします。新年明けましておめでとうございます。
本年もヤマダ電機は皆様の暮らしを応援いたします。私どもヤマダ電機は本年も安心価格と真心を込めた接客に努めてまいります。新しいイメージキャラクターの高橋のあこです。私も皆様のご来店をお待ちしております。本年もヤマダ電機をよろしくお願いいたします。リハビリいつまでやんねんってお母ちゃんに聞かれたんですよ。イタリア行くんやろ。もうちょっと歩かんとな。生きることがリハビリやねん。リハビリ終わんのは生きんのをやめるとき。生きる力を支えるトイレリハビリを続けるためにライフリーリハビリパンツからもう一つの提案。両脇が開くからズボンを脱がずに無理なく交換できます。生きてる間はずっとリハビリしような。一緒に、私もやるから。リハビリパンツはより使者が参りました。竹中半兵衛、知れ者めが。わしをコケにしたこと、いつか後悔させてくれるわ。今は何と申した。ですからこの城は一時預かっているだけで、いずれ辰脇様にお返しするつもりであると尾張の織田殿の返書にはそうしたためました。まことですか。勝手を言うようだが、城はもともと辰脇様のものだ。ましてや他国に渡すわけには参らぬ。それは分かる。だが城を返すことはなかろう。せっかく手に入れたのだぞ。舅殿、城などいつでも取れるのです。こたびのことで分かったではありませぬか。だが婿殿ならばこの美濃の国を立派に支えていける。一国の主として政に力を注いでみたいと思わぬか。この城は辰沖様のものなのです。婿殿。兄上、もし兄上は辰沖様の無法いさめ、己を改めていただきたかったのではありませぬか。そのために城を取ったのでは。それがまことなら無駄なことだ。あのお方が変わるはずがない。それでも城を返すか。はい。大丈夫でございますか。あの者たちは
辰沖様のおそばに仕える者たちです。城を返したとてこの後我らにどのような災いが降りかかるか分かりませんが、兄上、兄上、美濃を離れ近江の山中で静かに暮らそうと思っておる。何故隠居なさるのですか？私が隠居すれば辰沖様の顔も立とう。その代わり領地は従来通りこの菩提三条も旧作に継がせることを辰沖様に認めさせる。もしお認めにならなかったら？美濃が尾張と敵対している限り認めるしかあるまい。安藤と竹中まで敵に回しては美濃は立ち行かぬ。いくら辰沖様でもそのくらいお分かりであろう。このこと里の父は知っておいでなのですか？目を白黒させておった。当たり前です。私でさえ呆れております。冷めてしまいますよ。学問をしている時が一番お好きと言いながら城を取り、挙句にその城を返すと言われ、その上今度は隠居だなんて。では私はどうなります？旧作はまだ心もとない。この城を守ってほしい。私はここに放っておかれるのですか？辰沖様がいつ狙ってくるかわからぬのだ。お前をそのような目に遭わせたくはない。あら、それに山の中の暮らしはお前には無理だろう。まあ、では時折隠居先を訪ね、おいしい香のものを持参いたすことにいたします。この後、辰沖様は半年ぶりに城に戻りましたが、半兵衛様の一件で敵視された安藤盛成様ら美濃三人衆は信長様へ内容。美濃の稲葉山城は陥落。辰沖様たちは敗走したのです。ここに信長様は美濃を制圧、稲葉山城下を岐阜と改め、天下布武を唱え、さらに北近江の浅井長政様と信長様の妹お市様との婚礼により浅井家と同盟を結び、足利義昭様を奉じて京へ上洛、室町幕府十五代将軍の座につけ、天下への足場を築いたのです。暑いの三十、夏か。そうです、ここへ来てもう五度目の夏です。そうか。同じ頃、官兵衛様は父元隆様の隠居に伴い家督を相続し、播磨の国を別所氏と二分する小寺家の家老として姫路城の御城代を務めていました。黒田家はもともと目薬屋の出であり、私もその末席に連なっておりました。でも、
面倒。何？織田信長はまた副将軍の座を蹴ったのか？はい。昨年は将軍自らの誘いでしたが、こたびは将軍から朝廷に働きかけてのことと聞き及んでおります。面白い。信長は決して将軍の風下には立たぬということだ。天が不武。つまりは己で天下を狙うつもりよ。将軍様はそのステージということだ。これは面白くなりそうだ。他には？遠江の徳川家康の手により今川家が滅びました。今後は駿河に侵攻した武田と徳川の争いになりましょう。さらに越後の上杉と相模の北条の同盟がなったと聞いております。東の動きも慌ただしくなってきたな。そのうち西の張間も忙しくなる。失礼いたします。おう。源蔵殿、戻っていたのですか。はい。奥方様にはご嫡男誕生、おめでとう存じます。源蔵、赤子は可愛いぞ。の、出る。はい、子は宝でございます。大事に大事に育てねばなりません。母も同じような気持ちだったのだろうな。え？俺が14の時に母は亡くなった。俺はいつもいつも母の笑顔を思い浮かべてはメソメソ泣いて部屋に閉じこもり書物ばかり読んでいた。そんな俺を引っ張り出して遊び相手になってくれたのがこの源蔵よ。そうでしたか。てる、お前はその母にどことなく似ている。そう思わぬか、源蔵。ああ、はい。嬉しいございます。今はこうして庄司丸という息子にも恵まれた。俺は天が一の幸せ者よ。だがな、見ておれ、俺は播磨の田舎家老で終わるような男ではないぞ、テル。ああ、すまんすまんすまん、起こしてしまった。すまん、よしよしよし、行け行け。源蔵殿、何か諸国をめぐっていて何か面白い話はありませんでしたか。ああ、されば半兵衛様、うん、以前お話しした美濃の竹中半兵衛のこと覚えておいででしょうか。おう。難攻不落と言われた稲葉山城を一夜にして乗っ取った挙句おしんをなく返したというあの男か。今は北近江浅井長政に悲観する堀家の重臣樋口三郎左衛門の砦の離れにて暮らしておるのです。朝早く起き学問に勤しみ夕限までには薪を集めたり散策したり、客がない限り一日することは変わりません。雨が降ろうが雪が降ろうが身の傘をつけて同じことの繰り返しの毎日。まるで年寄りだな。退屈ではないのでしょうか。さあ、ですがこの男、織田様からの仕官の誘いを断り続けているとか。奇妙な男がおるものよ。城を取り城を返し、挙句に織田の誘いを断り続けての隠遁生活。この乱世に一体何を考えておるのか。その男の少年助けめてみたい。ならばならば、私がお供します。出しゃばるな大変、友は私だ。お、父親、源蔵は戻っておると聞いたな。
源蔵、いつも官兵衛のためにすまんな。何をおっしゃいます、ご隠居様。私が今あるのもご隠居様のおかげ。官兵衛様のお役に立つのは当たり前です。そう言ってくれるか。はい、そうか。源蔵、これからも官兵衛のこと頼む。その昔、ご隠居様は私を身ごもっていた母を何も言わずにめとってくださったのです。生まれた私は黒田家ゆかりの目薬屋に預けられました。つまり官兵衛様と私は父の違う兄弟ということになります。それを知ったのは母が亡くなる時のことでした。私に官兵衛様を託して母は亡くなったのです。以来私は官兵衛様の手足となって生涯を送る決心をしたのです。竹中半兵衛。アクション山田電機。お客様にもっとご満足していただくために、社員一人一人が家電を通して生活のご提案ができること、そのために山田電機は人材育成に取り組んでいます。私たちはご提案いたします。全国を回る専任のトレーナーと現場で実践的に研修することで、お客様へのお声掛けから商品のご説明、またお客様のご要望をお聞きすることで、お客様のニーズに合った商品のご提案をさせていただきます。私たちは知識を高めます。社員のレベルアップに応じた社内資格制度によって、正しい接客マナー、それぞれの商品の専門知識を身につけます。また全国に1000名以上いる家電製品アドバイザーが、お客様のいろいろな疑問にお答えし、お客様の使用シーンに合った商品をご提案いたします。私たちは一人一人が経営に参加します。企業の歴史や文化を新しい人材へ伝え、経営スローガンを一人一人が実践できるように、さまざまなカリキュラムを組んで研修しています。私たちはアイデアを見つけます。この3年間に社員から2万8000件以上のアイデアが寄せられ、全国の店舗でより良いお店作りに生かされています。一人一人が発想し、お客様の生活シーンに合った提案ができる社員を目指します。私たちは続けます。お客様にご満足していただくために、山田電機はこれからもお客様を第一に。 For you are just 山田電機。将軍足利義昭様は甲斐の武田、越後の上杉、中国の毛利、越前の朝倉といった各地の大名や石山本願寺の一向宗徒に向けて書状を送りつけていました。思い通りにならない信長様を阻止しようとしたのです。元気元年、信長様はその義昭様を嘲笑うように、越前の朝倉義景様を3万の兵で攻め、金ヶ崎城を落としました。ところが妹婿である浅井長政様が突如裏切り、小谷城から撃って出たのです。これには訳がありました。父、信長殿は義理の兄、織田と我らは生死を交わした仲なのですと。朝倉を攻めんと約束を破ったのは信長であろう。かの者はそういう男よ。だから敵も多い。遠からず信長は敗れる。ならばこそ引導を渡してやるのも武士の情け。よいな長政、しかと伝えたぞ。
一。長政様。すまぬ。隠居したとはいえ、父の言葉は重い。信長殿を討たねば、浅井家は二つに割れてしまう。一は長政様の妻。一。覚悟はいつもできております。よいか！朝倉と朝飯じゃ！何？長政。はっ！この折京に戻った信長様に従う者は10名に満たなかったそうです。世に言う金ヶ崎の脱出です。それからしばらく後のこと。お出かけですか？少し歩いてこようと思ってな。いや、半兵衛殿、一別以来お元気そうでなるよりいや、善左衛門殿、多重ここは今や木下様にとって敵地ではありませんか？おお、だからこそ我ら命がけて参ったお久しぶりです、半兵衛殿。あなたたちは何でもよい。その女は私。無礼者。このお方は美濃菩提三条の元主竹中半兵衛様の奥方様じゃ。何？乱暴老嗟は許しませぬぞ。兄じゃ、これぞ天の廃材、我ら斎藤家の残党よ。この場で叩き捨てくれるわ。恨んだら半兵衛を名乗れ。大丈夫でございますか？はい、ありがとうございます。風が心地よいの。ああ、小一郎。まことにふるさと中村の風と同じ匂いです何や、悠長なこと言っておる。このようなところを浅井城に見つかったらどうする。ここは敵が立たぞここまで来たら秀明直るしかあるまいて金ヶ崎の戦以来、織田と浅井は敵同士と相なりました今までとは我らも立場が変わりました。竹永半兵衛殿はどちらにつくおつもりかと思いまかり越した次第です。菩提さんの弟は織田方でしたな。なのにここは浅井方の樋口家の領地、ようとどまっておられるものよじゃがこうして話し合ってくださっておるではないか。ああ、危険は承知で来られた、せめてもの礼儀です。いや、大事だ。
きなり刀を抜くとはどういうつもりか。いきなり現れたのはそちらの方ではないか。何？お待ちください。資産旦那様、このお方は私たちが襲われそうになったのを救ってくださった方なのです。なんと。ならばあなたが半兵衛殿か。それかし播磨の国姫路城城代黒田官兵衛義隆と申す。あなたがここにいるはずと聞いてやってきたのですが、こりゃとんだ羽目に。そりゃすまんすまん。小一郎、小六、そんな物騒なものはしまい。半兵衛殿、袖すり合うも多少の縁。これが後に共に天下を目指すことになる秀吉様と半兵衛様、官兵衛様の最初の出会いでした。何をむっとしたの。お餅が お吸い物でお雑煮ができちゃうよ。長く幸せ中谷園松茸の味お吸い物。へえ、子供は野菜食べない。嘘だったら煮込みラーメンよ。 うちなんか見てみて、野菜を取り合っちゃってるわよ。今年もやっぱり中谷園の煮込みラーメン当たります。新しい人生のスタート。でもお金の管理ってどうしたらいいの。そんな方に初めてのお金の管理を分かりやすくサポートします。みずほ銀行おうちのお金始めましょう。みずほ銀行おうちのお金、さああなたもウェブへ。チャネルトゥディスカバリーみずほ。プレッシャーってのはこう重力みたいなもんで、重力がないと筋肉も骨もダメになる。ベストを尽くさなかったら勝っても負けても何も得るもんない。勝ち負けにこだわらないでどうするんですか。まあこれぐらいでいいか。そういうのが往々にして勝負分けるんですよ。勘しかないの最後。運を全部掴んでも勝てるかどうか分かんないけど、掴まなかったら絶対勝てないと思えなことばっかりですよ。ほとんど世界を驚かしてやろうぜと。攻めの2011年へ、手帳は高橋。パンパパパパン、HP の冬ボレ。インテルコア i5 プロセッサー搭載、 HP 冬ボレ、店頭で開催中。なんとも下品な笑い声ですこと。しの、旦那様のお客人です。楓とやら多重と久しぶりに会えたというのに働かせてしまいすまぬの。いいえ、働くのは大好きですから。ですが多重、お前に妹がいるとは聞いていませんでした。申し訳ありませんです。ちっとも謝ることではないではありませんか。あ、申し訳ありません。播磨よりわざわざ参られるとは恐れ入る。さあ、過ごされよ、過ごされよ。竹中の名は天下に知られております、うん、どのようなお方なのか一度お目にかかっておきたかったまで。今はただの隠居です。年はそれがしの二つ上。隠居とは似つかぬ言葉。お手前もそう思いか。どうかね。天外に手をかけられるのは織田信長様でしょうな。
浅井には裏切られ、このまま行けば四面楚歌となりましょうが、あの信長様がこのまま終わるわけがない。天が不武。それがしはいつか信長様が天下を目指すとき、共にその場にいたいと思っておるのでござるよ。天下とは大きく出たものよ。ああ、田舎家老が天下を語るのがそれほどおかしいか。お？何？何？ああ、待って待って。今は誰もが天下を望めるご時世ですが、何故貴公はそれほどまで織田様を熱く語られ、信長様の周りの方々がすごいではありませんか。柴田勝家殿を筆頭に、滝川一正殿、三輪長秀殿、さらには明智光秀殿と、織田家に昔から仕えるお人から外からやってきたお方、あるいは百姓上がりでさえ知恵と力のあるお方をどんどんとお使い出される。そういうお方になればこそ天涯の道も開けて当たり前でござる。なるほど、確かにの、安兵衛殿。ですが播磨は毛利に近い、そこで家老を務めるあなたが織田様の天下になるという、いけませんか。面白いと思ったまでです。面白い？まあまあ、過ごされよ、過ごされよ。これはこれは。武人として生まれた限りは誰しも天下騒乱の中に身を置き、命を賭して働きたい。わかる？わかりかするぞ。おお、ちょっとごめんよ。ほら、ごめん。そういえば、貴公の名をまだ伺っていなかった。七度どうでもよいではないか。の、ささ、ささ。頂戴いたす。うん。ためにも誇りある生き方がしたい。うん、信長様のもとならそれができる。とりあえずそう思っております。誇りある生き方がしたいのは武人に限らず誰にしも同じことです。この国に生きる全ての民百姓誰もがそれぞれの場で誇りある暮らしができるのを望んでいるのではありませんか。良いことを言う。そのためには戦のない世の中を作らにゃならん。その通り。そのためには誰かが天下を統一せねばならん。それが織田信長様というお方なのだ。そうは思われるのか。あ、殿、少しご使用。よってごらん。は。官兵衛殿はこの言葉をご存知か。天下は天下の天下、一人の天下にあらず。ああ、確か武家師匠の一つ陸東でござるな。誰が天下を手中にするかさほど重要なことではないのです。天下を取った後どのような祭り事ができるのか、またなさねばならぬのか、大切なことは天下は万民のもの、民百姓のための祭り事であるということ。天下を目指す者は常にそのことを考えていなければならない。ならばあなた、ならばあなたどうやって、何故このようなところにいらっしゃるんだ。え、これはもっとあんな、奥に床が敷いてあります。前座。
申し訳ない。うん。さあさあ。なんだあの男は。誰しのね。とうとう兄者の名は出なかったしの。じゃが、あの男の言うことはもっともよ。なあ、半兵衛殿。このものを持ってまいりましょう。知らぬ顔の半兵衛か。そうか、金貸しの自助に目をつけられたのか。弟お母には銭出すからって、あの主戦の楓、自助と一緒になるのは嫌か。嫌だ。そうか、そうだな。ただ戦に巻き込まれて死んだ双親の代わりに今まで育ててきてくれたのは弟ガだ。あの時弟ガがいなければ私は死んでた。だから弟お母がそうしろって言ったらそうするつもりだった。けど弟もお母も千助の嫁なんかなることはね、逃げろって言ってくれて、だから私もういい、泣くな、俺が何とかする。兄様任せろ。さあどうぞ。本命だ。いかがなされました。まずは聞いてくだされ半兵衛だ。わしはの百姓の小せがれとして生まれ申した。腹いっぱい飯が食いたい、いつもいつもそう思うて生きてまいった。そうするためにはどうしたらよいか。天下を統一することだ。してそれができるのは誰か。信長様を置いて他にはない。わしはそう思うて信長様のもとで一生懸命働いてまいった。あの官兵衛とかいう男の申す通り、信長様は新参者のわしを分け隔てなく使うてくだされた。信長様とはそういうお方じゃ。そして今ようやく天涯の道が見えてまいった。信長様が天涯を統一すればまず戦がのうなる。戦がのうなれば百姓たちは米が作れる。米が作れればみんな腹いっぱい飯が食える。わしは戦のない世の中を見てみたいのじゃ。みんなが腹いっぱい飯が食える世の中にしたいのじゃ。百姓が笑える世の中にしてみたいのじゃ。いかがか。いかがでござる半兵衛殿。信長様が天下を取るためには是が非でも竹中半兵衛殿のお力が必要でござる。これこの通り。お手をお上げください。お願いでござる。その時が来たのやもしれぬな、善左衛門。では
竹中半兵衛重春、どれだけお役に立つか分かりませんが、今日ただいまより木下藤吉郎秀吉様のおそばにあって身命を賭して働かせていただきます。わしのそばで、わしのそばでと申されたか。はい、信長様ではなくあなたのそばで。ならば我が師として迎え入れる。半兵衛殿、いつまでもわしのそばにおってくだされ。のはい。ではこれにて失礼する。お気をつけて。よいとですか。何が。何がではない、肝心要の要件を言わんでどうする。相手は竹中半兵衛、言わせても分かっておる。買いかぶりすぎではないのか。あの左側俺はすか。正勝、そちは好き嫌いが激しゅうていかん。しかし困った。はん、半兵衛はわしのそばがいいと言うた。親方様は何と思われるか。昨晩はご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありません。いえ、こちらこそ妻が危ないところを救われたのです。感謝しております。本当にありがとうございました。たまたま通りかかっただけのこと。半兵衛殿。はい。昨日のことでござるが、天下を取った後、民百姓のための祭りごとが織田信長様にはできぬとお考えですか。天下に近いのは確かでしょうが、織田様はあまりにも人に恐れを抱かせるお人のようです。それぐらいでなければ天下の祭りごとを司ることはできぬと思いますが。そうでしょうか。恐れは人を黙らせてしまいます。人の言葉が聞けなくなれば天下の祭りごとはできません。だがたとえ信長さんがそのような御仁であったとしても、それがしはいつかそのような天下の祭りごとに心血を注ぐ身になりたいと願っている。いや、必ずやそうなってみせる。そうですか。できぬと思いか。志は心に秘めるもの、ひけらかすものではないと思ったまでです。とにもかくにもこの黒田官兵衛の名をお忘れなく。ではごめん。怒らせてしまったようですよ。そうかな。どうやら半兵衛様のここでの暮らしが本物のようですね。どうかな。あの人がこの地にいるのには意味がある。浅井と織田、どちらが高く値をつけるか、それを待っておるのではないか。そうでしょうか。私には嘘のない清々しいお方とお見受けいたしましたが。甘い。人は欲得づくで動くものよ。竹中半兵衛とと同じこと。しかし昨日の賑やかなお方は一体どなたなんでしょう。木下藤吉郎秀吉。え？私よ。旦那様は幼い頃より病がちの方なのです。今でも時折熱を出されたりなさいます。ですが私は菩提三条に戻らなければなりません。旦那様には
女手が必要だと思っていました。ですからあなたにおそばに仕えてほしいのです。どうですか？でも田中には私から話します。田中もお前と一緒に働けるのなら喜んでくれると思いますよ。それとも戦ばかりする侍の暮らしは嫌ですか？奥方様、侍も百姓も同じ人間です。ね、そうなさいまし。ではしばらくご厄介になります。よろしくお願いいたします。あのような娘をここに預けおくなど、もし万が一のことがあったらどうなさいます？万が一って？旦那様とて男なのですよ。ですからもし万が一何を言っているのですか。旦那様はそのようなお方ではありません。もうバカバカしい。千佐様、ですがよう決心なされました。半兵衛様、秀吉殿と官兵衛殿が現れた。これも運命なのであろう、そう思ったのだ。さすが秀吉様です。人たらしとはよう言うたもの、半兵衛様のお心を動かしなされた。あのお方はただの人たらしではない。少なくとも相手と話すその時は己の言葉を信じておる。だから他人の心を揺さぶるのだ。善左衛門、知佐を送りがてら菩提さんの旧作にこのことを伝えよ。あ、半兵衛様は砦の樋口殿に会う。しかし秀吉様に着いたとなると樋口様は敵方。秀吉殿が何故来たと思う？織田の次の狙いは浅井長政殿。この砦と樋口殿が使える堀家の釜破城は北近江への通り道。私に樋口堀家の説得をさせたいがためだ。半兵衛様、真偽を持って説得する。もし失敗したとしてもその時はその時だが、いかねば。ここまではあなたの暮らしにちょうどいいフォーユアジャスト山田電機、ファミリーマートとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはあなたの暮らしにちょうどいいフォーユアジャスト山田電機とご覧のスポンサーの提供でお送りします。山田電機、新年明けましておめでとうございます。番組をご覧の皆様、突然ですが私は今本日より開催中の新春初売りで大にぎわい、山田電機ラビワン日本総本店池袋にやってきています。ご覧の盛り上がりを見せている店内から新春初売りの目玉商品を特別特価でご紹介していただきます。よろしくお願いします。森宗店長。はい、お正月も山田電機はバーンとお得な商品を取り揃えております。今日は各売り場のスタッフがとっておきの商品をご紹介させていただきます。楽しみですね。では行きますよ、よーいスタート。新春初売りテレビコーナーからおすすめの商品はこちらです。最初はハイビジョン液晶テレビパナソニックビエラです。お手軽な19型ですので寝室や小道部屋など2代目3代目に大変おすすめのサイズです。お値段は新春初売り限定のお持ち帰り特価でなんと 29,800 円。続きましてレコーダーコーナーからはこちらです。東芝のブルーレイレコーダー 5GB のハードディスク内蔵、しかも外付けハードディスクで手軽に容量を増やせます。新春初売りの値段はなんと 54,800 円。さらに効率ポイントはもちろん現金値引きでも選べますので、私たち店頭係員にご相談ください。
そしてパソコンコーナーからは NEC の14インチワイド液晶、オフィス搭載のノートパソコンです。新春初売りのお値段は64,800円、ブロードバンド同時加入でなんと驚きの34,800円です。さらに効率ポイントはもちろん現金値引きも選べますので、私たち店頭係にご相談ください。いや、お買い得な商品ばかりですね。新春初売りは明日明後日も全店大特価で開催中です。お買い得商品をたくさん取り揃えておりますので、ぜひ店頭でお確かめください。皆さんお待ちしております。さようでござるか。今までのご厚情決して忘れません。ではこれからはお互い敵として戦場で相まみえることになりまするが、それはどうでしょうか。遅かれ早かれ織田の前に浅井は滅びます。そのことは樋口殿も先刻ご承知のはず。私が織田について戦場に戻るのは、民百姓を戦の苦しみから救うためでござる。樋口殿が浅井家に準じるは義、織田家について私と共に天下のために働くのは大義。おのおのが義にこだわれば戦は終わらず、天下を平定するには大義こそが肝要。奇弁と思われますか。あなたは奇弁を弄する方ではない。いえ、奇弁でござる。あなたを虚しく散らせたくはない、その一心です。堀家のご当主殿はまだお若い、あなたがお守りせねばなりますまい。この竹中半兵衛、身命を賭してその力になることをお約束する。いかがですか。半兵衛殿、面を上げよ。こたびの堀家への調略見事。恐れ入ります。親方様、実はこの竹中半兵衛のことにございますが、わしの頭はここにある。はあ。半兵衛。はっ。猿の頭となれ。はっ。大尉。親方様、片付けるを存じまする。私には分かりません。旦那様は隠居なさったのではなかったのですか。お体の具合のことも少しは考えてください。ちさ、何でございましょう。この世に生を受けた限り人は必ず死ぬ。その死が早いか遅いか、ただそれだけの違いだ。そうではございません。
遅ければ遅いほど一緒にいる時が多くなるのです。旦那様ともあろう方がそのようなこともお分かりにならないのですか。手厳しいな。当たり前でございます。だがまだまだそばにはいられる。心配いたすな。そのような言い方嫌いです。すまない。だがそれまで香の者がもう少し上手くなるといいのだが。またそれを。旦那様、皆様がお待ちかねだ。もう少し二人きりにしておいてあげて。どうして戦なんかあるんだろう。奥方様がかわいそう。その戦をなくすための戦に出られるんだ、半兵衛様は。私にはわからない。戦は戦でしかない。人がたくさん死んでいくだけ。そうでしょう。6月27日、信長様は近江に侵攻。浅井長政様の小谷城とは目と鼻の先にある横山城を囲みました。長政様は朝倉義景様の救援を得て1万8000の兵で琵琶湖の東、姉川の北岸に布陣。長政様を引きずり出すことに成功した信長様は南岸に徳川勢5000を含む2万8000で臨んだのです。霞が晴れた時が勝負と見た。半兵衛、何かあるか。俺切り気が揃っておりますれば、新座者が口を挟む余地などございません。遠慮いたすな、長子らく。支援者のお手並み拝見といきたいもんだ。いや、半兵衛殿、それらしも伺いたい。ならば申し上げます。最前から見ますに、織田軍は格欲の陣、敵を誘うには適した陣形ですが、我が隊は信長様の本陣の前、その距離わずか1丁半。一斉に本陣めがけて突入してくる敵勢に一気に破られれば、信長様も危うくなります。このままいけば負け戦となります。何だと。待て待て、五郎君、待て。では半兵衛、何とする。我が隊の速やかな陣外が必要です。どのように。騎馬隊を正面と背後に配し、左右に槍隊を置き、御大将を中心に円形に囲みます。敵が強い場合は円を縮めて迎え撃ち、弱い場合は円を広げて追い打ちをかける。大事なことは常に御大将の下地が兵に行き渡ることです。半兵衛様の作戦によって戦局は一転。後に姉川の戦いと呼ばれた合戦は、浅井朝倉連合軍の完敗となったのです。ところがこの後、信長様の上洛に反発していた摂津の三好三人衆が挙兵。石山本願寺の権女はその動きに呼応。浅井、朝倉、比叡山、延暦寺などと同盟を結び、一向宗徒に挙兵を促しました。ここに反信長包囲網ができたのです。鎌葉城が
北軍開始に向かった安西勢が攻めてるそうじゃ。敵勢は3000対して城方は300。とうとう動き出したか。どうする鎌葉城は、堀次郎殿、樋口三郎左衛門殿がおられます。堀殿、樋口殿を織田方に引き込んだのは私です。このまま見殺しにはできません。そうは言うが、行ったところで返り討ちにでもあったらどうする。だが行かねば審議に反します。審議？審議です。樋口殿に私は約束したのです。浅井から寝返った時は命を賭してお守りすると。私に兵をお貸しください。ダメだダメだ。今人数を割り入れば浅井の思うつぼですか。多くの人数はいりません。夜陰に紛れ100か200の兵で敵の背後に回り、一斉に松明の火を掲げ鉄砲を放ち歓声を上げさせます。不意をつかれた敵は必ず混乱いたします。そこで呪しを上げ城方と挟み撃ちにすればよいのです。兄上、良き作戦です。私に兵をお貸しください。わしが行く。堀樋口を死なせては木下家松代までの恥となる。審議にも反すのであろう。殿、半兵衛は小一郎と共にこの城を守れ。小六、行こうぞ。お待ちかい。兄者は半兵衛殿に借りを返したいらしい。アクション山田電機。お客様にもっとご満足していただくために、山田電機ではお客様の声をより良いサービスへつなげる仕組みがあります。私たちはお客様の声をより広く集めています。コールセンターでは修理のご依頼から保証システムのお問い合わせ、ご意見やご要望など最大350名体制で受けております。また各店舗に設置されたアンケートは店長が直接確認しスピーディーに対応いたします。店頭でのお客様のご意見は私たちの貴重な財産ですから、すぐに店舗スタッフ全員で共有いたします。そうして広く集められたお客様の声により早くお答えするために、誰がどのように対応して、その結果お客様にご満足とご了解をいただいたかを定期的に集計し、各部署や全国の店舗へ配信します。例えば商品をお車まで運ぶお手伝い、長期保証の商品アイテムの拡大もお客様のご意見から始まりました。より広くより早くをモットーに、お客様の声をより良いサービスにつなげていきます。私たちは続けます。お客様にご満足していただくために、山田電機はこれからもお客様を第一に。こういうはジャスト山田電機。悠々投資なら出てきたよ。株式投資や投資信託などの資産運用が簡単。パソコンを使った無料の学習プログラムやできた。電話相談で初めての方でも優しく始められます。なるほど。資産運用がみんなのものに。ゆうゆう投資 SMBC フレンド証券。秀吉様のいない横山城を守る半兵衛様たちの前に突如浅井軍が現れたのです。奴ら素通りするつもりか。こしゃくのならば後ろから攻め立ててやりましょうぞ。待たれよ。浅井の軍勢には戦を仕掛ける気配が見えます。必ず引き返してきます。そこを叩きましょう。しかし今なら浅井も陣形を整えておらず。我らを誘っておるのです。今出たら敵の思うつぼ。ここを動いてはなりません。私にお任せを。よいか。城を出たら弓、鉄砲隊の兵は二手に分かれ崖の上で待つのだ。合図するまで鉄砲を撃たせるな。弓もいるな。他の者は谷や峰々に指示があるまで潜め、決してこちらから仕掛けてはならぬ。よいな。はあ。浅井勢は半兵衛様の言葉通り攻撃を仕掛けてきたのです。
度も仕掛けてくる浅井勢を繰り返し打ち果たし、ついに気力がなえた浅井勢は多大な犠牲を強いられ、小谷へ戻るしかなかったのです。いやいやいや、しかし見事でした。兵を用いる者はその英気を避け抱きを打つ、孫子の兵法そのもの。敵の気力を奪い取ることこそ戦の礎だからこそ、しんがりがいかに大切かということよ。その通りです。兄さん。おう、樋口殿。樋口殿、よう参られた。竹中殿、礼を申す。沢田の真偽しかと受け止め申した。そのような。いや、よかったよかった。わしもこたびのことでは半兵衛殿には兜を脱ぐがい。おほう、コロクが頭を下げたぞ。半兵衛、この戦そなたの勝ちじゃ。いかがなさいました？わからん。どうなされました？竹中半兵衛殿や、織田の与力として木下藤吉郎秀吉殿の下で働いていると手紙が来た。それが何か？欲得づくではないかと思っていたのが、そうでもないらしい。しかしどうしてここに知らせる？あまり気に入られたようには見えなかったが。そうでした。殿が言いたいことを言ってたしなめられたと白右衛門から聞いておりました。白右衛門め。案外向こう様はお気に召したのではありませんか？殿様のように面と向かって言いたいことを言うお人はあまりいませんから。飽きんどの血筋かの口上を述べねば気が済まぬわ。それはともかく、竹中半兵衛に天下の祭り事をするための一歩を先んじられた。だが待っておれ、すぐに追いつく。比叡山の坊主どもめ、根絶やしにしてくれ。道東も坊社も荒れ果て、数珠を持つ手に薙刀を持ち、修行もせずに肉を食らい、女子を抱くなど坊主にあらず。我らで鉄槌を下す。待っておれ。お？今、何と申した？私はこの城を守ると、そう申し上げました。ほう。ならば比叡山には参らぬ。命には従えぬと申すか？これは戦ではありません。私がお役に立つことは何もないでしょう。嫌な仕事はこのわしに任せるわけか？まあよい、好きにいたぜ。私の勝手な振る舞いをお許しになるのですか？信長様に知られたら二人とも首を差し出せば済むことよ。友、半兵衛、そなたはのわしの師であり親しき友じゃ。いつまでもわしのそばにおってくれねばの、わしは困るでも。9月10日創業、信長様によって延暦寺のすべてが開陣に帰し、僧兵女子供合わせて
3000人が虐殺されたといいます。なぜ道を行かぬか。2年後の元亀4年、将軍義昭様が待ち望んだ甲斐の武田信玄様が上洛途中に病死。それを知らずに義昭様は挙兵したのですが、信長様はこれを撃破。室町幕府はここに滅亡し、信長様自ら年号を天正と改めたのです。8月、信長様は一条ヶ谷の朝倉義景様を滅ぼし、越前を制圧、北近江に取って返し、小谷城の浅井長政様と最後の決戦を迎えようとしていました。その前夜、竹中殿、戻って木下殿に伝えられよ。この長政、かしても当選の水を飲ます。武人として最後まで浅井の意地を貫き通すとだ。お気持ちはわかります。ですが、意地で浅井の名を終わらせてよいとは思われません。お市様や三人の娘御前のこれからのこともございましょう。ここで降伏なさったとしても、意地は立派に通されたと誰もがお認めになられます。上様も城を明け渡した後は大和の国を与えると申しておられます。ここはぜひとも。近いよ。兄の言葉など信じられませぬ。帰って兄に伝えなさい。一は長政様の妻として立派にこの城で果ててみせると言っていたと。お戻りなさい。長政殿、それでよろしいのか。意地を貫き通すのもまた武人の誇り。先駆けをしたいだと。はあ。猿めはこの2年もの間、この近江の地にてこの時を待ち望んでおりました。先駆けを何とぞ。お市と3人の娘を救えるか。はならば先駆けを許す。はあ、必ずや救ってご覧に入れまする。で、あるか。では小谷城は7つの廓があり、この小丸に久政殿が、本丸には長政殿が入っています。されば両者の間にある京極丸を潰し、親子の間を立つのです。お、そうなれば長政殿も頑固一徹久政殿に振り回されることがなくなるか。親子の情は異性、夫婦の契りは異性。長政殿は降伏せぬまでも、お市の方様たちのことは心にかけるはずです。そうか。うん、うん、そうに違いない。そのためには早急に夜襲をかけるべきかと。わかった。織田の軍勢は駒部屋を襲いかかりつつあります。
。小丸において浅井久政様ご自害なされました。殿、お師匠。織田家羽柴藤吉郎秀吉が家人、羽柴小一郎秀長。同じく八須賀小六正勝、浅井長政殿に申す。速やかに開城なされば、お慈悲をもって城兵及び女子供をお助け申す。ご返答はいかに。御社の赴きしかと受けたまわった。この場に至って未練な振る舞いはいたさぬ。それがしの命と引き換えに兵と女どもの命をお助けくださると、そうお伝えせよ。はっ。よいか、父とはここで別れることになる。母の言うことをよく聞くのだぞ。兄上様は、兄上様はどこですか。満腹丸はお前たちとは別の道を歩むことになる。泣いてはならぬ。これよりの地は浅井長政の子であることを胸に秘め、顔をうつむくことなく生きよう。はい、はい。一、共に生きたこの一年の間、幸せであった。浅井家は滅びますが、後々茶茶様は秀吉様の側室として秀頼様をお産みになられ、お初様は京極高次様のご正室、お郷様も二代将軍徳川秀忠様の正室として、浅井家の血筋は脈々と戦国の世を生き抜くことになるのです。浅井長政様の自害で反信長包囲網の崩壊は決定的となりました。心は誰にも見えないけれど、心遣いは見える。思いは見えないけれど、思いやりは誰にでも見える。総務の斉藤さん、経理の吉田さん、開発の山田さん、
オキのプリンターコアフィードは5年間も無償保証。現場にずっと愛を。オキ。この街に吹く風はどうですか？こんにちは。こんにちは。お散歩ですか？大きな空は好きですか？いい遊び場所はありそうですか？うん、いいよ。ここって言うな。もう友達できたんだ。伸びやかな街づくり、東急グループ。そういえば、ジョモとエネアスが一緒になったって言ってたな。あ、竹内さん。なんか感じいいけど、竹内さんがしっかりチェックしてるからかな。それにしても真面目だな竹内さん。え、くつろいでる。新しいエネオス始まっています。エネルギーを素敵にエネオス。朝倉義景、浅井久政長政のシャレ神戸を白ダミにさせた。どうじゃ。三井で飲め。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 食生。頂戴いたします。さすが村重、ゴーのものよ。のお戻りです。旦那様、千佐様は立派でございました。うん、千佐、ようやった。初めてでございます。ん、初めて褒められました。そのようなことはない。かわいいものだ。わかるか？父だぞ。それで。この子のためにも生きねばならぬ。当たり前です。なぜ泣く？涙が勝手に出てくるだけです。you
何か良いことでもあったのか。半兵衛様のあのようなお顔初めて見ました。わしらもだ。半兵衛様も人の親だということだ。ただいま戻りました。里の様子はどう？ひどいものだ。戦乱に明け暮れたもので他国へ逃げる者も多く、川は埋められ畑は踏み潰され荒れ地と化し、作物も成り立たない。夫とお母は今のところ何とか持ちこたえているようだが、いつまで続くか。そんな。安心いたせ。当分戦はない。これからは今が大切なのです。今食べるものがなければ死んでしまうのです。作物が育つには時がかかるのです。それを作ることができない辛さがお分かりになりますか？戦ばかりしているからそういうことになるんです。お侍の戦のせいで死ななくてもいい命が何百何千と死んでいくのです。許さねえか。タズ、申し訳ありませんでした。お前の言う通りだ。民百姓を大切にせぬ我らが悪い。横山城の米をお助け米として領内の者に分け与え、お前の家にも私から米を届けよう。それで許せ楓。半兵衛様、申し訳ございません。ここまではあなたの暮らしにちょうどいい For You Are Just 山田電機とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。天がフグに立ちはだかるのは間違いなく毛利かと思われます。ここからはあなたの暮らしにちょうどいい For You Are Just 山田電機とご覧のスポンサーの提供でお送りします。明けましておめでとうございます。皆さん、今年も山田電機からでっかいお年玉プレゼントがあります。はい、山田電機では日頃のご愛顧に感謝しまして、とっておきのお年玉プレゼントをご用意いたしました。こちらです。A 賞は話題のエコ家電6点セットです。パナソニック、東芝、日立のセットを各1名様にプレゼントします。さらに B 賞はこちらです。シャープの LED アコースを10名様にプレゼントします。すごいですね。ありがとうございます。応募に必要なのはこれからお伝えする4文字のキーワード。はがきにキーワードと A 賞か B 賞を選んでどしどしご応募ください。それでは1つ目のキーワードはこちらです。山田電機のスペシャルお年玉プレゼントは4つのキーワード全てが必要です。ご応募お待ちしております。お母さんへ。毎朝たくさんの洗濯物までどうやってこなしてたの？自分でやってみると朝ってほんと忙しくて。その忙しい朝に新アタックネオン、進化した高濃度の力が繊維から汚れを溶かし出し衣類戻りを防ぐ。だからすすぎ1回ですっきり。新しくなったアタックネオン、一緒にエコ。今舞ちゃんが一番これ大切だなって思うのは、自分の命、命が一つしかないから。すごいな。ありがとう。僕らも命の助けになれる。
二十歳の献血ラブインアクション。おお、これはねね様、我々にこのような宴を設けていただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。殿、誠においしゅうございます。存分に飲め。楽しめ。どうじゃねね親方様はこのわしにこの小谷城を下された。とうとう白餅を。織田の家中で白餅はこのわしと坂本の明智殿だけじゃ。柴田様、滝沢様は城は預かっておるだけじゃ。ようございました。ですが小一郎殿の話によればそれは全て竹中様のおかげだとか。感謝なさいませ。そうそう、御大将はふんぞり返っていただけよ。何をおっしゃいます。殿あればこその我らです。姉上、半兵衛殿とはこういうお方です。ありがたいことです。あなた様も女遊びに精を出さずに城作りにでも精を出しなさいまし。それと子作りにもな。ホロク殿、もうお酔いになったのでございますか。いやいや、これは失敬。ではごゆるりと行くか。コロク、ネネを敵に回すと怖いぞ。実はの半兵衛、わしはこの小谷を出て今浜に新たに城を築こうと思っておる。この小谷は山城、不便この上ないでの。今浜は北陸と畿内を結ぶ水陸の要衝の地、良きお考えです。うん、この小谷の町から商人やら町人を呼び集めて家を与えようと思うとる。さすれば今浜も賑わうであろう。これからは城作り町作りで忙しくなる。半兵衛、頼むぞ。ですがまず大事なのは調査した百姓たちを戻すことです。うん、我らの手で荒れ果てた土地を直し、築城の労役で年貢米を免除すると触れを出すのです。うん、民百姓を大切にせねば国は成り立ちません。民百姓が腹いっぱい飯を食う、それを成し遂げてこその祭りごとか。はい。じゃあの、一つだけ気がかりなことがある。こうして白餅になったはいいが、わしはもともと柴田様をはじめとするご重臣方の評判がようないでの。出る杭は打たれるであろうが。信長様からご養子を迎えればよろしいでしょう。信長様から。さすれば柴田様たちも何も言えますまい。信長様とて殿にお心をかけるはずです。しかしそのようなこと信長様が。お認めになります。今の殿ならば。この目論みは成功いたします。信長様は四男のお継丸様を秀吉様のご養子として出され、秀吉様はますます重用されることになるのです。つらつら天下の形勢を眺めるに、織田、毛利、そのどちらかが天下に号令することになるのではないかと思う。しからば我らはこのまま毛利についていてよいのか。我が子でらけとしてもそろそろ心に決めねばなるまい。殿、今更何を言われる。さよう、
近頃のし上がってきた織田などと比べるまでもなく、我ら播磨の者は毛利と吉見を通じて参ったのです。毛利は元成様亡き後、吉川元春、小早川高影の両千家がご当主の輝元様を補佐しております。山陰山陽10カ国を有し、石山本願寺とも越後の上杉とも関わりが不幸ございます。第一、毛利は律儀な家父。うん、それに控え織田の非道は目に余る。到底信じられるものではない。でござろう、ご一同。さよう、お待ちください。なるほど、毛利は大国ですが、当代の輝元様は天下を治める器ではございません。これより以降、己が領土を守るのが精一杯。一方、織田は尾張藩国から身を起こし、美濃、比内、伊勢、近江、越前を手中にしております。非道との組織もありますが、天下不具をなさんなかれ。天下を望む資質があるのは信長だけ。荒木村重殿はいち早くそのことを見抜いて織田につき、摂津の守護となっております。村重殿か。だが森も強い、水軍もある。その通り。もう天下人足りえるのは織田信長ただ一人。我らが頼みとするは信長しかおりませぬ。控えよ、赤兵衛、そちらこそいかぬぞ。目薬屋上がりが何を言うか。そんなことですぞ。よさむぞ。こちら、おしが入っておろ。はい。ボン、荒れておるな。よし、本日はこれまで。ありがとうございました。ご着状で何やら揉めたそうだな。我らがつくとすれば織田だな。毛利に組みすればこの播磨が戦場になることは必定。織田につけば播磨から打って出ればいい。戦場にはならぬ。ですが毛利との吉見があるとの一点張り。このままでは半兵衛殿に置いていかれるだけです。時は必ず来る。それまで焦るな。焦るなと言われても。勘弁様！どうした？織田信長が武田勝頼を長篠において打ち破ったそうでございます。まことか？けど武田側の使者一番、武田勝頼は甲府に逃げ帰ったとか。父上のおっしゃる通り、時が来ました。小寺の殿に会うてくる。今一度直談判じゃ。城右衛門、はっ、すみません。どうした？何やらいろいろなことが変わりそうな気がして、こうございます。官兵衛を信じるのじゃ。長篠の戦いにおける信長様の強さを説く官兵衛様に、小寺のお殿様の態度は急変。官兵衛様は信長様に会うため半兵衛様から秀吉様へ仲介を頼み、この年の7月岐阜へ旅立ったのです。西播磨の福原、光月などは毛利の支配か。東の別所にも毛利の手は伸びております。毛利は織田家に歯向かう石山本願寺と吉見を通じておる間から、これから先織田様の天下不具に立ちはだかるのは間違いなく毛利かと思われます。毛利との戦いにとって播磨は重要な国。まずは我が小寺家が先鋒となって織田様のために働きたく、こうして参上をつかまつりました。ついては早急に御大将を一人播磨へお使わしくだされ。それです、御大将のお下知に従い、播磨の国すべての人々を
織田家に帰服させる所存でござる。で、あるか。長谷部国重様、へしきりだ。ありがたき幸せ。いずれ播磨にはこの猿をやる。その方、案内役となって働くがよい。はっ。大義。驚いた、驚いた。親方様よりへし切りを頂戴するとはの。秀吉様は今浜を長浜と改め、そこを居城としておりました。半兵衛殿。これはねね様。黒田官兵衛殿をお連れいたしましたぞ。我が天使が大事に届けようと申すので、この私が。奥方様のお手を煩わし、それがしの真の像が早まねのようになっております。まあお上手なことを。半兵衛殿、一別以来まことに守備は上々。信長様も秀吉様もそれがしの話に心よく耳を傾けてくださいましてな。名刀へし切りを信長様からいただいたとき、秀吉様も驚かれておられましたぞ。そうですか。あ、ご両者をご存知かどうか。このへし切りは体に押し付けるだけで銅を両断するという信長様秘蔵の名刀。このへし切りを押しいただいたとき、この官兵衛、信長様に全てを捧げる覚悟ができ申した。6年でござる。半兵衛殿私に出会ってから6年。ようやく肩を並べて共に働く日を迎えることができたのです。それは心強いですな。まことに。いずれ播磨は騒乱の地になる。そなたに先頭を切って働いてもらわねばなるまい。この官兵衛にお任せあれ。播磨の者どもはこの黒田官兵衛が手なずけてご覧に入れます。では積もる話もあるでしょうから、私たちはこれにて。ごめん。半兵衛殿と肩を並べるですか。所詮は播磨の田舎だろうよ。元は目薬や商人だ。欲得づくで動いてるに決まってる。覚えておいでですか。天下は天下の天下、一人の天下にあらず。天下は万民のためのもの。天下を取ったその後の祭り事が大事だと。それにはまず天下を平定しなければなりません。我々でそれを成し遂げるのです。信長様のもとで。
ですが神戸殿、功を焦るあまり出過ぎては周りに敵を作ります。敵を作ればそれだけ命が危うくなる。命は大切にせねばなりません。戦も同じです。敵を殺すのが戦ではない。戦場でいつも思うことは、まことの戦は敵を殺すことなく勝つことが何より。いや、だからこそでござる。これより後、針間のすべての国人、王族たちの血を流すことなく、それがしの言葉でもって嘆かせてご覧に入れる。相変わらずだ、神戸殿。いや、そう言われる半兵衛殿も相変わらずだ。ニュネ様にお聞きしたが、千佐殿は菩提山城におられるとか。ええ、吉助と共に。寂しくはないのですか。吉助が生まれ、私は命が惜しくなりました。できうる限り生きていたいと思うようになったのです。だが私の仕事は戦だ。命は大切ですが、千佐や吉助と共に暮らすことで死ぬことを恐れることがあってはならないと思っています。しかし、共に暮らしての夫婦親子ではござらぬか。人それぞれ。失礼いたします。半兵衛様、薬をお持ちしました。すまない。お加減が悪いのですか。大したことはありません。そなた、あの時の。はい、今は半兵衛様のお世話をさせていただいております。そうか、美しくなったな。そんな。長浜の若い者たちが放ってはおかないようです。そのようなことはありません。どうした。申し訳ございません。失礼いたします。あの娘。あ、いや。心地よい晩だ。半兵衛殿に惚れておるのか。そんなことはありません。だが無理だ、諦めろ。ですから。あの人は信長様とはまた違った意味で常人には計り知れぬ不思議なお人よ。何事にもこだわらず、欲がなく、それでいて強い。え？悔しいが、今俺にもかなわぬ。官兵衛様にもですか。いつかあの人を超えてみせる。必ずだ。できっこありません。何？いいえ。アクション山田電機。お客様にもっとご満足していただくために、ヤマダ電機では販売だけでは終わらない、商品をお使いいただくまでの一貫したサービスを提供します。お客様は家電製品を購入されるとき、必ず何かイメージを描いてお店に見えます。例えば今に大きなテレビを設置して家族で DVD を楽しもうとか、
そのお客様が購入した商品をお届け、設置して初めて電源を入れる。その時お客様が描いていたイメージにぴったり合うこと、この満足感、私たちはそれを大切にしたいと思っています。そのために配送設置の担当者への研修も怠りません。設置の位置、操作方法の説明など、お客様がイメージ通りお使いいただけるよう技術の向上を目指しています。その場でお客様からの声を頂戴することも重要なこと、お客様と一緒に確認し今後のサービスの向上に役立てています。さらに出張サポートサービスを通して家電をもっと楽しんでいただきたい。ますます機能が進化し便利になっていく家電品を気持ちよく楽しく使えるよう、私どもは全力でサポートしていきます。私たちは続けます。お客様にご満足していただくために、ヤマダ電機はこれからもお客様を第一に。ホーユアジャスト、ヤマダ電機。豆しば、播磨に戻った官兵衛様は精力的に動き、東播磨三木城主の別所長春様、さらには義理の父にあたる四方城主串橋惟貞様たちを信長様の傘下へと説得したのです。このまま行けば毛利と織田は必ずぶつかります。そして天下を統一するのは織田信長、この機を逃してはなりませんぞ。だがの、それがし天下の祭りごとに組みしたいのです。そのためにも舅殿のお力がぜひとも必要なのです。天のためでもどうか。テルのため。はあ。ところがその動きを知った毛利輝元様の水軍が姫路の西南阿賀の港に上陸したのです。その数5000。聞いたか。あ、どうする気だ官兵衛。真っ向から向かえば一ひねりにされましょうが、戦は数にあらず、ここの勝負です。城内にある神代国神将旗指物を全て借り受けたい。我が兵500で毛利の5000を追っ払ってご覧に入れましょう。銭儲けじゃ、銭儲けじゃ。やることは簡単だ。この銭でできるだけ多くの人数を集めてほしいんじゃ。いいな、多ければ多いほどいいんじゃ。やめろ、頼んだぞ。姫路などひとひねりじゃ。敵中じゃ。くだれ、敵が沈まえ。
将たちを集めて将を台に見せたこの奇襲攻撃は成功したのです。この一戦で官兵衛様の名は高まりました。官兵衛様、荒木村重殿が。信長様はことのほかお喜びらしい。そこにも書いてあるが、わしからも直々に褒めてやってくれとのことで、こうしてまかり越した次第。はあ、いやあ、ありがたき幸せ。だが、あの戦はあの戦。この黒田官兵衛、播磨のためにもまだまだやり申す。荒木殿、共に信長様の天下統一のために力を尽くしましょうぞ。羨ましいな、その明るさが。いかがなされました。荒木殿、ここだけの話として聞いてくれるか。はい。時折わしは信長様が怖くなることがある。はあ、何を言うておられる。荒木殿は信長様に重用されて摂津の守護になったお人ではありませんか。それゆえわかるのだ。あの御仁にとってご自分は神なのだ。失敗は許されん。以前浅井長政らのシャレ交尾についた酒を飲まなかった光秀殿はめった打ちにされたことがある。飲まぬか。このわしも刀に刺した餅を食えと言われた。わしは食った。食わねば同じような目に遭っていたからな。このご時世、自らの身がどうなるかわからん。信長様に睨まれたらしまいよ。真偽を通されたらよい。真偽、竹中半兵衛殿をご存知ですか。知らぬ者がおるわけがない。あの猿が今あるのは半兵衛殿のおかげだ。先の小谷城落城の後、半兵衛殿は千石の数を受けております。だが半兵衛殿の働きに比べては少なすぎる。それがしはそう思ったのですが、半兵衛殿は違いました。六高ではありません。天下を平定し民百姓の祭りごとをするために我々は誠心誠意真偽を尽くして務めを果たすのみ。そこで初めて自らの道が開けるのです。大いなる志とは別に、何があっても人を裏切らず務めを果たす真意を貫く姿勢こそが寛容なのです。人を裏切らず務めを果たすか。しかし誰もが欲があり、誰もが我が身が可愛いのだ。一人裏切れば皆裏切る。お主の主である小寺殿とて同じことではないのか。人質。ああ、織田に対して双心なしという殿の気持ちを託すにはそれが一番かと。だがのう、ご決心くだされ殿。人質は乱世の習いでございます。それは無理だ官兵衛。我が子牛本は生来病弱、その上愚鈍なことはそなたも承知しておろう。そのようなものを差し出せば織田方から何を言われるかわからぬではないか。ですが殿。よいか官兵衛、全てそなたに任せる。織田とのことを小寺の名代として全て取り仕切るのだ。わしは表には一切出ぬことにする。手柄は全てそなたが取るがよい。よいな半兵衛。それでよいであろう。ああ、
こうして父上と一緒にいられるのは久しぶりのことです。嫁いで何年になる？9年になります。もうさようになるか。私も年を取るはずだ。近頃は体がきついまたそのような。父上には長生きしてもらわねばと官兵衛様も申しておりました。ならばそっとしておいてほしいものだ。え？今では播磨も騒がしゅうなった。官兵衛のおかげでな、播磨中の者どもが毛利につくか織田につくかで戦々恐々となっておる。誰が敵で誰が味方かわからぬようになってしまった。西播磨の光月城城主赤松政範のもとにはお前の姉も嫁いでおる。赤松は毛利につくであろう。となればいずれ戦になる。わかるか。姫路に戻ったら官兵衛に伝えよ。織田織田と騒ぐなと。播磨の者たちは毛利に睨まれては困る。テル、私は官兵衛の妻です。父上、話される相手を間違っておいでです。すまん、忘れよう。そうか、お父上はそのようなことをな。はい。播磨の者ども不信や不満を募らせているようだ。信長様がなかなか来ぬからな。だが信長様でなければ天下を統一できぬ。毛利では無理なのだ。何故それが分からぬのか。半兵衛殿ならこのような時どうする。え、黙って静かに時を待つか。ダメだ、わしにはできん。いかがなさいました？そなたに頼みがある。私に？今半兵衛殿たちは琵琶湖のほとり安土信長様の城を築く傍ら本願寺攻めで忙しい。だが必ずこの播磨には来てもらわねばならぬ。はい。その際この姫路の城を明け渡す。お城？その前に長寿丸を人質として差し出すつもりだ。長寿丸を？何故でしょう。何故長寿丸を人質ならば、ご嫡女のお殿様がご嫡男の氏元様を差し出すべきではありませぬか。友は出さぬと言った。殿は信長様を信じておらぬようだ。
そうとなれば俺が率先して人質を差し出さねば周りに示しがつかぬ。城を明け渡すのもそのためだ。ご着城へ織田方の軍勢を引き入れるわけにも参らぬ。わかりませぬ。何故そこまでなさらなくてはならないのでございますか。真意を尽くすためよ。許せ。てる。ですが。父上。母上。庄司丸。聞いていたか。はい。恨むか。いいえ、私は黒田官兵衛の子、立派に人質となってみせます。よう言うんだ。それでこそ我が息子よ。ですが、万が一のことがないとは限らないのですよ、庄司丸。母上、私は平気です。何があっても必ず母上のもとに戻ってまいります。いけません。そのようなことを言ってはいけません。私は嫌でございます。庄司丸を人質に出すのは嫌でございます。母上。よう覚えた。皆の者、庄司丸を人質として信長様に差し出す。庄司丸様なら人質になっても大丈夫でございます。母と子はいずれ別れるもの、子はそれほど弱くはございません。あなたに何がわかります。私は母と幼い頃に別れ、この黒田の目薬屋に養子に出された身の上でございます。母への思いを胸に秘め、幼い頃より生きてきました。いつか母に会った時、大きくなった、たくましくなったと声をかけてもらおうと精進したものでございます。庄司丸様とて同じこと。いえ、私なぞよりはるかにたくましく大きくなってお戻りになられるに違いありません。あなたのお母上もさぞかしおつらかったでしょうね。私もそのつらさを胸に庄司丸を送り出さねばならないのでしょう。分かってはいるのです。分かってはいるのですか。
明けましておめでとうございます。山田電機から番組をご覧の皆様にさらにお得なお知らせがあります。森宗店長お願いします。はい、番組をご覧の皆様、山田電機全店では明日1月3日限定でとてもお得なお年玉ポイントプレゼントキャンペーンを実施いたします。明日1月3日、合計1万円以上のお買い物されたメルマガ会員のお客様に山田電機からのお年玉として、抽選でなんと総額100万円分の山田電機ポイントをプレゼントいたします。総額100万円分、太っ腹ですね。当選者の方には1月5日にメールにてお知らせいたします。明日メルマガ会員にご登録いただいた方でも、ご登録後のお買い上げにつきましては対象とさせていただきます。詳しくは店頭係にお問い合わせください。お年玉ポイントプレゼントキャンペーンは明日1月3日限定です。大特価商品も多数取り揃えておりますので、お近くの山田電機へぜひお越しください。HP の冬コレ、どうしたい、終わらせなくていいか、その中に何が望む、心を開ければその先は分かっているでしょう。インテルコア i5 プロセッサー搭載、 HP 冬コレ店頭で開催中。Windows 7対応、奉行 V シリーズが新登場しました。インターネットとの融合が進み、税制改正などの自動アップデートサービス、奉行 i メニューや OBC メッセージセンター機能を搭載、次世代業務パッケージへと進化した模様です。これにより、奉行 V ERP は最先端の業務環境を実現します。イファースは OBC の繁盛奉行にお任せあれ。The thing with Ishikawa, he's up for the challenge. But a player like that walks a lonely road. It's a constant battle with self-doubt, which is why you need good partners. A good caddy, close family, good friends, a good securities company too. Because the economy can be a tricky course. Passion for the best. Daiwa Shoken. Nice read.柴田勝家様の北国攻めの応援に駆り出されていた秀吉様は、意見の違いから勝家様と衝突。勝手に長浜に戻ったことで信長様の逆鱗に触れ、謹慎を命じられたのです。さあ、どういうことだ、半兵衛。俺たちが共に長浜に戻っても構わんなどと言い出すか。このようなことになったんだぞ。これより後は中国攻めが重要になります。播磨へ乗すためにはこの長浜にいた方が良いのです。上様が中国攻めをお認めにならなかったらどうする。すべては水の泡ではないか。上様は逆らう者を容赦はしない。こたびばかりはしまいです。このまま謹慎などで済むわけがない。確かに陣を勝手に離れた殿を上様は激怒なさっているかもしれません。ですがそれも一時のことです。殿のこれまでの働きを上様が忘れるわけがありません。天下を取るためには殿は必要なお方。そのこと上様は先刻ご承知のはずですが、ただしこのまま城におとなしくこもっていると、あの上様のことです。何を思われるか。ならばどうすれば。秀吉様は突然家来や領民たちを集め、連日城内で大酒宴を催されたのです。おー、半兵衛、半兵衛、こっち来て一緒に踊らんか。こうなったらの開き直るまでよ。踊って踊って踊りまくるのみよ。の半兵衛殿、お見事。わかったこうだったか。こうじゃこのこと半兵衛殿の入れ知恵か。いいえ、殿のお考えですが、大したものです。そうでしょうか。上様にお咎めを食らうのでは。そうではありません。こうして陽気に大騒ぎすればするほど上様に対して双心がないことがわかるというもの。さすが殿です。懐が大きい。それから一月のち、
庄司丸様が人質として送られてきたのです。黒田官兵衛が一子庄司丸にござりまする。猿。は。命拾いをしたな。ほほ。庄司丸とやら、長浜のねねのもとで暮らせ。はい。猿。中国ゼミを任す。はあ。大きゅうなった。はい。病知らずで丈夫でございます。そうか、それはよかった。安土の城を築く傍ら、紀州の雑賀攻め、石山本願寺、さらには北国と、少しご無理をなさったようですね。官兵衛殿もよう決心なされた。庄司丸殿のことでございますね。ですがねね様ならお大事になさいます。そうだな。すまんな。何をおっしゃいます。いつもはお世話をして差し上げられないのですから。ですが残念でした。何がだ。このものを持ってくるのを忘れてしまいました。それは誠に残念。嘘ばっかり。吉助、人の手を借りようとするな。自ら立ち上がらぬか。何事も甘えてはならぬ。転んでも自ら立ち上がってこそ次の遊びが楽しくなる。学問も同じこと。小便を垂れ流すまで机に向かってこそ身につく。よいな。はい。来い。大きゅうなったな、吉助。はい。そうか、自分でも分かるか、大きくなったのか。どうした。なんでもない。なりますように。兄様も善左衛門様に頼んだ。半兵衛様のお体が心配だから播磨にお供させてほしいとな。心よくご承知くださった。だけど俺に任しとけ。何があっても半兵衛様は守ってみせる。兄様。泣くな。旅立ちに涙は禁物だ。ん？お前は昔から泣き虫だった。百姓の娘のくせに虫が嫌いだのカエルが怖いだのって泣いてばかりいた。そうだ、覚えてるか。お前が7つの時だ。
近所の子供たちと夜になっても帰らず村じゃ神隠しにあったんじゃないかと大騒ぎになったことがあるんだ。覚えてる。山で道に迷って穴蔵に隠れてた。俺が見つけた時真っ先に飛び出してきてワンワン泣いて一晩中泣いて泣いて。兄様には感謝してる。兄様がいたから私は泣き虫でも生きてこられた。何を言うか、兄弟ではないか。うん、あ、そうだ、ちょっと待っていて。兄弟か。これ俺にか。うん、そうか、すまん。半兵衛様お願い、兄様もお体を大切に。俺はついでか。そんなことはありません。冗談だ。まあ。10月、半兵衛様たちは秀吉様を総大将に長浜を立ちました。途中摂津の荒木村重様、さらに尼子勝久様、山中鹿之助様ら毛利に滅ぼされた尼子一族の方々も加わったのです。いかんと言ったらいかん。ですが、友が秀吉様をお迎えせねば一体誰が。そなたでいいではないか。言ったはずだ。わしはそなたに全て任せたとな。殿、任せた。うん、そなたに任せた。お主のおかげでな、勘弁。ようやく来ることができた。長寿丸はの、長浜でネーネーと一緒に暮らしておる。安心いたせ。ありがたき幸せ。それがし、この姫路城を開けますゆえ、思う存分お使いくださいませ。何、この城をくれるというか。はい。おう、それがしは父の隠居する城へ移りますゆえ。勘弁。聞いたか、この黒田勘弁、これほどまでにわしのことを思ってくれておるわ。勘弁殿、ご心中お察しする。いえいえ、当然のこと。ご一同、東播磨は我が手ですでに調略済みでござれば、この城を拠点に毛利を叩いてくだされ。して小寺殿は。主は体調が優れぬとのことで伏せっておるのです。近々ご挨拶にまかりこせましょう。ああ、それは残念。まずは中へ。さすがさ。半兵衛殿、あの男のことどう思われる。嫡男を自ら人質に差し出す、潔いという見方もあれば、己の欲のためなら何でもする、そういう見方もできないこともありません。しかもだ、東播磨は調略済みだなどと言いよって、我が織田の後ろ盾があればこそではないか。それに何故この城なのだ。小寺の本庄はごちゃごちゃなのじゃ。しかも主は挨拶に来る。君ら、どうも油断ができぬような。そうは思いませんか。たとえそうであったとしても、独返事て良薬の例えもあります。良薬の。ここまでは、あなたの暮らしにちょうどいいフォーユアジャスト山田電機と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
ここからはあなたの暮らしにちょうどいい高油アジャスト山田電機とご覧のスポンサーの提供でお送りします。アクション山田電機。山田電機は家電量販のリーディングカンパニーとして環境のために地域のためにできることを実践していきます。私たちは家電量販として環境のために地域の皆様のためにできることを考えております。太陽光オール電化製品の推進や昨年12月から関東地区で始めた電気自動車とその充電設備の販売を通してお客様に身近なエコライフをご提案しております。また本社屋上での太陽光発電やグリーン電力の推進も未来の環境を見据えた取り組みです。3ヶ月に一度有識者懇談会を開催し外部の方々のご意見を取り入れながら家電量販として新しい可能性を模索しています。全国にある山田電機グループサービスネットワーク約2300店舗は地域とのつながりをなくしては成り立ちません。毎年各エリアで開催する家電フェアはお客様と地域の皆様に対する感謝のイベントです。家電だけではなく様々な形で地域のためにできることをこれからも実践していきます。また日本はもちろん世界の皆様のお役に立ちたい、そんな思いから募金活動にも積極的に取り組んでいます。そして家電を通じて自然に触れ合う場を提供したいと考えフォトコンテストを開催いたしました。皆様の生き生きした表情が私たちにますます力を与えてくれます。私たちは家電を通してお客様のために地球のためにできることを続けていきます。人に優しく地球に優しく山田電機です。東播磨はすでに黒田官兵衛の働きによって調略されておる。我らこれより西播磨の神月城を攻める。先方は雨子殿にお任せしよう。ありがたき幸せ、西川助。この11年、雨子家再興のために毛利と戦ってまいりました。織田様のお力を得るこたびが最後。必ずや毛利に一矢報いてご覧に入れる。鹿之助殿の忠義まことあっぱれ。存分に暴れるがよろしかろう。本兵衛、いかがいたした、その席は。では光月攻めと同時に福原城を攻めてはいかがですか。福原城の福原助成は光月城の赤松正成の妹婿だとか。光月を攻めている時に背後を突かれると厄介です。それはよい、一気に叩き潰せばよい。福原攻めは黒田官兵衛と共に私が参ることにいたしましょう。ますますよい。黒田官兵衛を使うとは官兵衛殿も考えたな。そうですな。かの者の真意がいずこにあるか、官兵衛殿なら共に戦う中で見抜かれるはず。官兵衛、わしは黒田官兵衛を信じておるが、そなたに任せよう。心得ました。おお、これはこれは。官兵衛殿は福原攻めに加わるとか。ああ、これを機に織田の方々に力を認めさせようという官兵衛殿のご配慮でしょう。こうなったら思う存分暴れてやります。それがしもそのつもりです。毛利の積年の思いを叩きつけてやるしょぞ。
それがしはいつも三日月に祈ることにしてます。願わくば我をして七男八九に会わせたまえ。死んだ母に言われたのです。どんなに苦しくても手柄を横取りしてはならない。人を見捨てて死なせてはならない。苦難があってこそそれを乗り越えることができるのだと。半兵衛様と官兵衛様は福原攻めにかかりました。ですがなかなか城は落ちませんでした。いや敵も去るもの手ごわいですな。だがここはこの官兵衛の正念場、半兵衛殿のご恩に報いるために援軍を呼びました。援軍？八塚殿が千の兵を率いて来てくださいます。数で敵を威圧して戦意を失わせ、さらに鉄砲を撃たせ城の弾を突き刺せることにします。しかしそれではこの黒田官兵衛の立つ手が。これ以上無駄な犠牲は出したくはないのです。お分かりか。いやしかしいかが。ならば一死必決で参りましょう。はい分かった。一死必決とは逃げ場を失い死に物狂いで戦う敵に対し城を三方から攻め一方を開けておき敵の敗走を誘うという孫氏の兵法の一つです。では我らの大手から八塚隊は絡めて、右手からは半兵衛殿が、そして左手は退路を開けておきましょう。お顔の色が悪いわ。お気遣いご無用、存分に働かれよ。では後ほど。あ、兄上。案ずるな、熱は下がった。大臣、お薬を。楓には申し訳ないことをした。お前まで戦に付き合わせることになってしまったな。何をおっしゃいます。俺がおそばにいれば楓は安心します。
家臣、しっかりするな。大丈夫でございますか、本兵様。お前のおかげで助かった。半兵衛様のお役に立てた。楓がどんなに喜ぶことか。半兵衛様、変えてよ、変えてこ。分けてる。だから下田、たちを死んではならぬ。大事だ。何言うな、お前が死なねばならぬ。大事。福原城陥落の2日後、光月城も落城し、尼子勝久様、山中鹿之助様ら尼子勢2000が城に入ったのです。光月城からここまで飲まず食わずでようやくたどり着いたようです。ようもまあご無事で。姉を、姉たちをお助けできないでしょうか。幼い娘たちがいるのです。この子たちは戦には関わりありません。私を頼ってここまで来たのです。無限にはできません。どうかどうかこの通りです。ところがその頃、秀吉様は城内にいた女子供200人を貼り付けにせよと信長様から命じられていたのです。今ここで女子供を貼り付けになどしたら、せっかく官兵衛殿が調略した播磨の人々が上様を恐れることは間違いありません。このことが元で寝返りでもされたらいかがなさいますか。そのこと上様に申し上げ。できる殿。できんのよ。親方様の信長様のご命令と逆らえるはずがないではないか。のう半兵衛、こらえてくれ。わしはこれから鬼にならねばならぬ。鬼にならねば。のう半兵衛。では官兵衛殿の願いもまた。秀吉様、それがしのことは聞かなかったことにしてくだされ。ただただ身内かわいさあまりのこと、このこと姉によく言い聞かせ。何の話かようわからんの。わしはのこれより光月城内におる女子供すべて貼り付けにする鬼じゃ。その鬼に命乞いをする者などこの世におるとは思えん。じゃがこの鬼はの、光月城内を無事逃れた女子供を捕まえて貼り付けにしようなどとは思うてはおらぬ。秀吉様、黒田官兵衛、竹中半兵衛、これで許せ。
し。私にはとてもあのような裁きは下せません。秀吉様が天下を取れば天下の政も変わるかもしれません。信長様ではダメだと。上様には上様の天下が終わりでしょう。ただ殿ならばそれとは違った天下になるだろうと思ったまでです。ですがまずは殿の手で播磨を平定しなければなりません。私ができるのはおそらく医者は何と申しておりましたか。気長に養生せよと。こればかりは致し方ありません。本殿様。山田電機は今までもそしてこれからもお客様へのより良いサービスをあらゆる場面で提供していくために地域への貢献を忘れず皆様のお役に立つために企業の責任として地球環境を守っていくために価格や品揃えだけでなく私たちにできることを人に優しく地球に優しく山田電機です。お正月をごちそう。はい皆さんスカイツリーバックで撮りましょう。お願いします。あ、聖子さん今年も肌の潤いが違いますね。はい、アスタリフトジェリーですから。お、みゆきさんも潤ってる。はい、アスタリフトジェリーですから。あれ、あやの恋さんは。私も潤い与えます。うわ、そうきましたか。随分ダイレクトなやり方ですね。今年もアスタリフトジェリーでグッバイ乾燥人生富士フイルム。総合清掃機器メーカーの世界的リーディングカンパニーケルヒャーは世界遺産や各国の名所を洗浄するプロジェクトで社会に貢献しています。違いを生むケルヒャー makes a difference。この街にもケルヒャーする人たちがどんどん増えてるようです。違いを生むケルヒャー makes a difference。野球にピッチャーとキャッチャーがいるように私たち君津住宅は設計から施工までさまざまなエキスパートがいます。そして野球のようなチームワークでお客様の住まいづくりをお手伝いします。すべてのスタッフがお客様と共にある。私たちは君津住宅です。住まいづくりのパートナー君津住宅。あの、どうかしたのですか。お城の別所様が織田を見限ったって話だ。織田の殿様は残酷だからな。毛利側についたんだろうよ。そうなるとまた戦だ。あんたも早く逃げた方がええぞ。今何と申した。三木城の別所長春様、毛利を頼って謀反の疑いあり。城下ではしきりとその噂が流れております。三木城に従うように俗城である関木、野口、加古川、さらにはもしや四方の修斗殿か。そのようです。
っている。父上が、私が父を包囲させてみせます。殿様にこれ以上のご迷惑をおかけできません。待て、落ち着くな。落ち着け。いや、父を、父を何としてでも。落ち着くな。3月、秀吉様は諸社山に本陣を移して三木城にこもる別所討伐に向かいますが失敗。すかさず毛利輝元様が動き出し、まずは光月城の尼子様たちを攻めてくるのは誰の目にも明らかでした。どうなるのでしょうか。光月城の2000の兵は見殺しになる。え、信長様ならそうなさる。で、三木城への援軍はどうなりましたか。信長様はの、何もおっしゃってくださらぬわ。ならば私が安土に参ります。しかし援軍というてもそう長くはとどまってはくれますまい。別所は10,000の兵、我が軍は荒木村重殿の兵と合わせても15,000。これを力攻めすれば多大な犠牲を強いられます、ですから援軍の方々には三木城の俗城を攻めて潰していただく。特に毛利からの補給を断つためには加古川沿いの諸城は落とさなければなりません。毛利は海路を使い加古川を利用し兵糧、武器、弾薬を三木城に運び込んでいたのです。ここを遮り三木城を孤立させるのです。周りを固め籠城させます。そして降伏するのを待つか。そのためには2,3里ごとに砦を築き、一兵たりとも城の外へ出さぬこと。今一つは城内の人数を増やすことでございます。お、増やす。さよう。諸城を落とすごとに敗残の兵を三木城に追い込むのです。食料弾薬はその度に減り、これが尽きればそれだけ早く降伏します。ああ、多くの血を流さずとも済むの。はい。ならば周辺の民百姓を城へ追いやればいい。ダメです。何故だ。人が増えるではないか。それをすれば民百姓の殿への恨みが増します。後々の殿の祭りごとに支障をきたします。いや、半兵衛、半兵衛ならそう言うであろうと思っておった。この戦長引くであろうが必ず勝てるの。御意。じゃあ半兵衛、そなた体は大丈夫か。安土まで行けるか。ならば私が代わりましょう。いや、俺が行こう。寄ってたかって。この半兵衛を両人に仕立てるおつもりだ。あ、いやいや、それは悪かった。ついては今一つお頼みがございます。うん。神戸殿。半兵衛殿、何故その御仁がここにおられる。東播磨は盤石だなどと言いながらこの手たらく。恥を知るならここへは出てこれぬはずではないか。ああ、待て正勝。秀長、別所らが我らが織田を見限った。我らに得がなかったまでのこと、黒田官兵衛のせいではないわ。なお官兵衛、誠にもって申し訳ない聞き方。実はこの官兵衛殿が浮田直家を調略したらどうかと言ってきたのです。おお。官兵衛殿。はっ。浮田直家は備前美作を利用する毛利最大の大名でございます。毒蝮などとあだなされ、
毛利の間でも一癖も二癖もある男として知られており、当人もその立場をよう存じております。この浮田直家を味方につければ毛利征伐は仲間になったも同然。まだそのようなことを言うか。何度でも申します、浮田直家は調略できます。私も官兵衛殿の話を聞き、まんざら絵空事ではないと思っております。おう、安土から戻りましたら官兵衛殿と二人で当たってみたいのです。ただしこれを成功させるためには浮田家の本領安堵が条件となりましょう。官兵衛殿、お手前というお方は。よい、分かった。じゃあの、今日わしは疲れておる。この竹中半兵衛が安土より戻ってきたその後に改めて話し合うじゃないか。ああ、それでよいか官兵衛。はあ、かたじけない。それがしのために浮田調略は必要なこと。官兵衛殿のためではない。半兵衛殿、だが二人でこれを成し遂げられたら痛快極まりない。成し遂げましょう、必ずや。まかり越してまいりました。わかった、信忠を援軍として向かわせる。大義は半兵衛。はっ。体を厭えよ。上様も。で、あるな。多重のことはすまぬ。半兵衛様、変えてよ、変えてこ。兄様、私のせいだ。私をかばって田中は。そうではありません。兄様は私のために、私が半兵衛様を。どうして戦などあるのでしょうか。二親を殺され、今まで面倒を見てくれた兄様まで殺されました。私は戦が嫌いです。きっと戦なんかなくなりっこない。男の方は戦が好きなのです。いつも泣くのは女子供だけ。もう嫌です、嫌です。すまない。新年明けましておめでとうございます。皆さん、今年も山田電機からでっかいお年玉プレゼントがあります。はい、山田電機では日頃のご愛顧に感謝しまして、とっておきのお年玉プレゼントをご用意いたしました。こちらです。
A 賞は話題のエコ家電6点セットです。東芝、日立、パナソニックのセットを各1名様にプレゼントします。さらに B 賞はこちらです。シャープの LED アコースを10名様にプレゼントします。すごいですね。ありがとうございます。応募に必要なのはこれからお伝えする4文字のキーワード。はがきにキーワードと A 賞か B 賞を選んでどしどしご応募ください。それでは2つ目のキーワードはこちらです。山田電機のスペシャルお年玉プレゼントは4つのキーワード全てが必要です。ご応募お待ちしております。オープン。チョコレート、チョコレート、チョコレートは明治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 。ねえ、この道で合ってる？ねえ、この道で合ってる？さっきのとこ右なんじゃない？さっきの右なんじゃない？いや、さっき左だよって言ったのはあんたたちだろう。1月の迷える男たちへ、携帯ナビはいつもナビ。いつもナビの地図、前輪の最も詳しい地図。ナビを選ぶ時のポイント、地図の正しさがポイント。正しさ支える調査スタッフ、こんな感じで調べてます。ナビのポイントは地図だから、前輪。最高の柔らかさを目指して誕生ハミングネオ。この量がいいんです。柔軟吸着効果が 1.5 倍に。だから少しの量でムラなく届く、もっとふんわり。柔らかさで人は幸せになれるから。45年目のハミングの答えです。少しの量でもっとふんわり、ハミングネオ。一緒にエコ。ここまではあなたの暮らしにちょうどいいホーユーアジャスト山田電機とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。7月、毛利軍は尼子様たちが守る光月城を6万余りの兵で取り囲みました。織田軍はかねての作戦通りこれを無視、毛利からの補給を断つべく信忠様率いる援軍が周辺の諸城を攻め立てたのです。安兵衛殿、このまま尼子の方々を見捨てるのですか？仕方ありませぬ。尼子への真偽はいかがなさるおつもりか？尼子の方々には城を捨て落ち延びよと殿が使者を立てられたはず。バカな、毛利を目の前にして尼子の方々が落ち延びるわけがない。ならばそれがし一人だけでも、そこをお抜きくだされ。どきませぬ。ならば仕方ありませぬ。ごめん。尼子の方々には尼子の方々の意地がござろう。だが官兵衛殿の意地は他のところで通さねばならぬのではありませんか？あなたはまだ死んではならないのです。生きねばならぬのです。
秀吉殿はこの城を捨てよと申されておる。播磨の方々ならばこの城を明け渡すのに死ぬほど申しませぬが、毛利を前にして兵を捨てて逃げ延びるわけには参りませぬな殿。うん、この上は毛利の八つ腹の鼻を明かしてやりましょうぞ。おう、お先に失礼つかまつる。この後城は落ちて天子勝久様は自害、山中鹿之助様も毛利方に捕らえられ護送途中に斬殺されました。そして8月、官兵衛様の舅櫛橋惟貞様が守る鹿田城に疫病が蔓延し、惟貞様は己の命と引き換えに城兵の除名を願ったのです。もはやこれまで。父上様、お助けできずに申し訳ありませぬ。この上は少女丸を見守ってくださいませ。どうかどうか。三木城を兵糧攻めにしているとはいえ、神月城を毛利方に落とされた姫路城の秀吉様たちにとって、官兵衛様が提案なされた備前美政香を所領とする毛利方の宇喜多直家様の調略は大変な意味がありました。大丈夫でございますか。すまない、本庄までもうすぐです。はい、宇喜多家の老臣で保義城城主明石景親様は官兵衛様の宴席にあたり、直家様の調略を快く承諾されたのでした。進まぬようですが。夏の暑さがこたえ胃の腑が小さくなったようです。浮き立ち略はそれなし一人でもよかったのだが。何の、二人で行くという約束でした。明石殿の協力を得られましたし、浮き立ち略はおそらくうまくいくことでしょう。ですが天下の政をなすためにはまだまだ遠き道のりですな。辛いことが多すぎます。家人にも迷惑をかけてばかりです。愚痴ですか。そうです、愚痴なら言わぬことです。すでに歩み始めているのですから。だが言いたくもなるでしょう。よかれと思って始めたことが次々と裏目に出てしまう。これを
見てください。秀吉様からいただいた手紙です。光一郎との同様、我が弟と思うとあります。それなのにこの体たらく。半兵衛殿を除き織田の誰もがこの俺のこと。何をなさるか。このようなものを御所を大事に持っているから愚痴が出るのです。この後この手紙のせいで不満や恨みが必ず出ます。今官兵衛殿がなさねばならぬことは、殿に心底からご奉公なさること、真偽を尽くされることではありませんか。いかがかな。その通りでござろう。ハンデ様、ハンデ殿、薬を違うよ。ハンデ殿、旧作殿から。はい、楓、すぐ旅の支度を。え、旦那様が倒れました。旅の支度を早く。はい。吉助、吉助ありませんか。起こすな。半兵衛、起きるな。動くな、動くな。半兵衛、しかし案じたより顔色ええの。もうようなったか。起きるか、起きるか。もう起きられるか。まだ気分は数年か。はよようなってくれの。半兵衛、半兵衛、はよようなってくれ。申し訳ありませんの殿。何を詫びる。そなたが詫びることなど何もないぞ。詫びねばならんのはわしの方じゃ。のいつもいつも心配ばかりかけて。のすまんの、すまん。女房の千佐殿と豊の千佐殿にも申し訳あたたんわ。まさかね。病弱のそなたを働き詰めに働かしたわしが悪い。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 もう何も言うな。何も言わず、何も考えず、ゆるりと養生せい。の、そうじゃ、今日で養生したらどうじゃ。の、わしが上洛の折、一緒に参ろう。の、そうじゃ、今日はよい。今日で養生せい。千里の森を呼んだらええ。の、それから旧作殿もそばにつけよう。何もあんずるな。何にもあんずるな。わしにすべて任しておけ。の、そなたにまだまだ。まだまだわしを助けてもらわねばならぬよ。そのためにはの、半兵衛、はよ体がようなってもらわねば困んのよ。半兵衛殿、守りたまえ。半兵衛様。どうした。平井山にて三木城包囲に加わっていた荒木村重様、陣を引き払い摂津に戻ったとか。何、真偽。このご時世、自らの身がどうなるかわからん。荒木様のいとこにあたる茨城城主中川清秀様の家人が、石山本が地攻めの際密かに城中へ米を運び入れたという噂が流れておりました。裏で荒木様が糸を引いているのではないかと。荒木様はそのような卑しい御仁ではない。ですが、一旦かけられた疑いを晴らすのは難しいかと。
これらの殿に会っている。おやめください。殿ならば荒木殿と親しいから何か知っておられるかもしれん。おやめください。何言うの。ご卓上の小寺様、こたびの荒木様の謀反に関わっている気配がございます。つまり毛利に首していると。官兵衛様はとっくに見限られております。そんなバカな話があるか。だったら官兵衛様のお立場はどうなるのだ。よい、俺は俺のやり方に道を開く。殿、おやめくださいまし。小寺のお殿様はとっくに見限っていると現状を申しております。出る。殿には真理を尽くすことをお教えしないまだな。お父上様、殿様お止めくださいまし。官兵衛、入るな。今一度考え直せ。お前も分かっているはず。小寺の殿は表現の激しいお方だ。お前のようなまっすぐな男の寝首をかくぐらい平気でやるお人だ。分かっております。分かってはおらん。今まず考えねばならんのはこの黒田の家のこと。そうでございます。ですがここで手をこまねいていたらこれまた黒田の家が危うくなり申す。一旦は信長様につくと決めたのです。真偽は通さねばならぬのです。真偽。真偽です。魂を込めて説得すれば殿とて分かってくれるはず。分かった。お父上様。だが生きて戻るのだ。よいな。無論役目。殿様。すれすれ遊べ。何じゃ何じゃ。殿は荒木村重殿の謀反知っていたのですか。だったら何じゃ。村重殿は織田を恐れておった。ただそれだけのことじゃ。殿はどうなのですか。毛利に組みしているとの噂はまことですか。誰がそんなこと言ったのだ。まことかどうかを聞いております。なんじゃ偉そうに。光月城の織田のやり方を見れば誰だって織田に救うなどとは思わぬわ。よせ、わしを殺してどうなる。殿、一度人を裏切れば終生そのことがついて回るのですぞ。何故真偽を通そうとなさいませぬか。織田を敵に回せばもっと恐ろしいことが待ち受けておることがなぜわかりませぬか。分かった。ならば村重殿が本意にすればわしも織田に救おう。どうじゃ官兵衛、やってはみるか。まことでございますな。まことだ。今一筆したためる。それを持って村重殿のところへ行くの。よいな。すぐ書く。待て。何をしておる。さい、黙れ。
これを持って村重殿のところへ行くがよい。この手紙で村重殿が考えを変えたというなら、わしも考えを変えよう。それでよいな、官兵衛。二言はございませぬな。あろうはずがない。ではごめん。勘弁め。どういうことでござるか。放っておけ。もう二度と戻れぬわ。勘兵衛様、俺一人で行く。お前はここに残れ。ですが、村重ごときの長領か。俺一人で大丈夫だ。お伝殿、城内の様子よろしくお願いします。この時、手紙に何が書いてあるか、勘兵衛様は分かっていらしたと思います。おい、門を開けろ。それでも一人、村重様説得に向かわれたのです。そして、この日を境に、勘兵衛様の姿が消えたのでした。勘兵衛が戻らんのは村重に同心したからに決まっておるわ。猿に伝えよ。長浜におる勘兵衛の着難、庄司丸を殺せとな。よいか、見せしめのために殺すのじゃ。庄司丸を。旦那様、庄司丸。すべて敵だらけ。もうこれは息が続かん。雪、その時に援軍が来てくれて、パッと息がつけたそうだ。雪助様、雪です。吉助、いけませぬ。構わぬ。吉助、開けてくれ。
6時30分からは完成ドリームハウス、自然を取り込むこだわりの2軒大公開です。最上の名医、1月10日月曜夜10時スタート。私は今美しい黒に魅せられています。星と空のコントラスト、星を輝かせるために空は必死になって脇役を演じています。美しさを際立たせるために黒は本当に大切な色だったんですね。テレビの美しさを決める色、それは黒でした。さあ2011年リエラ、明日が変わるテレビ。パナソニック。で結局千尋と圭介がくっついてそうで俺が振られてさ、ごめんね。この先どうなんだろうね。いい、あ、それさ、今度あいつが出るらしいよ。誰？俺だよ。嘘。ゆうこちゃん。はい、メガネ買いました。やだおばちゃん、お正月はやっぱりみんなが嬉しくなるビールじゃなくちゃね。サントリーザ・プレミアムモルツ。